どうもこんにちは、T1 スタイルズです。今回は英国系戦車での初動の置き偵察で活躍できた試合を2試合まとめてみましたのでご覧いただこうかと思います。2試合とも別の英国系戦車でお届けさせていただきますが、拡張パーツは全て同じでございます。消音排気システム、改良型換気装置、レンズ被膜、加えて乗員もカモフラージュスキル占有を取得しており、高チャも乗せて隠蔽はマシマシでございます。とまずはティア9英国ライトタンク GSOR で出撃した試合からご覧いただきましょう。尺の都合上、この試合はダイジェストでのお届けになってしまいますが、ご了承くださいまし。マップはマンネルハイム戦、南西側スタート。今回の動画のコンセプトである思い切った初動の置き偵察で稼いでいきたいと思います。早速一両発見ですね。うわっと、よそ見運転してた。ちょっとだけ割愛でこちらに入りましたと。思い切った置き偵察というよりはやや定番な置き偵察ポジション。ご覧のように STRV 駆逐戦車のポジションや、本来であれば北側に上がってくる敵を偵察できるポジションです。通行量を取れるポジションですね。ただ今回は私の操作ミス及び味方の装輪車両のかなり張り切った偵察もあって、初期偵察は取ることは叶いませんでした。が、初動で900ちょっとの観測アシストと、まあぼちぼちは稼げたでしょうか。敵車両が完全には北側に上がりきっていないので、このまま偵察を続けます。撤退していく敵も偵察できそうですしね。ただなんかすでに不穏な感じだ。すでに南東側の味方が落とされてしまっている。しかも張り切った偵察をしていた味方のタイヤさんもガレージに戻ってしまった。アシストはいい感じで入り出したけど、重戦車とタイヤさんを失ったのはでかいなぁ。特にタイヤさんには、私には難しい走り偵察をしてもらえると期待していたんだけどなぁ。ただここ、敵が下がってくると、それを観測することもできるので、ブーラスクへの観測アシストや、奥の V8430 の発見もできました。このポジション、見つからずに入れてしまえば結構観測がはかどるのですが、波の隠蔽の車両では、入る前にバレてしまうこともしばしば。機動力もしくは、隠蔽の高さがないとたどり着けないこともあるので、ご利用は計画的に、といったところでしょうか。交代する敵の観測や、顔を出してきたフェルディナンドなども偵察ができてますね。押されていますが観測ははかどってきました。また一両交代していくぞ。バレバレだけどね。いい感じですね。南東を落とされてしまっているので、北側はせめて味方が押し勝ってほしいところです。む、南を落とした敵がこちらに接近してきたか。移動時も静止時も、隠蔽率が 50% あるため、茂みをはみ出していなければ、私の隠蔽率は今 100% になっている計算です。敵が車長視認性向上装置を搭載していなければ、強制発見距離の50メートルまではバレないはずです。これは隠蔽特化の強みですね。後ほどの試合で、この隠蔽 100% になっているというシステムを使った偵察もしていきますので、お楽しみに。イタリー車両が近づいてきちゃったよ。100メーター切ったよ。怖いんだけど。まあこれぐらいなら全然バレないけど。こらバカ、こっち来るなって。私がいるんだからやめろって。ダメだ、50メーターに入るわ。逃げろー。あいつオートリローダーじゃんよ。勘弁してほしいぜほんと。あっぶねー。死ぬところだったー。あのまま接近されなければまだまだ美味しかったんだろうけどなー。とりあえず初戦は、初動置き偵察ポジションで4517の観測ダメージを取ることができましたね。ただかなり追い込まれており、試合自体はピンチな状況です。ま、今回は、初動の置き偵察で稼ぐということにスポットを当てているので、勝敗はあまり気にしていません。隠蔽特化しているとこういうポジションを使って、初動からこれだけ稼げるんだよというところを紹介していきたい、そんなコンセプトでございます。ちなみに、今回紹介する車両はどちらも、隠蔽が高いという特徴が共通しておりますが、同格系戦車内では火力が低い、という特徴も共通しております。それが英国系戦車のアイデンティティだったりするのでしょうかね。ま、高隠蔽で火力が高いと、バランスが崩れちゃいますからねー。あれ？仕留めたの私じゃなかったのか。この GSOR は、ダメージや貫通力こそ同格並みですが、装填時間が長いという弱点を持っています。
小柄ゆえに体当たりにも弱く、同格軽戦車とのインファイトには向いていませんね。なので一昔前のような、軽戦車らしい丁寧な立ち回りがあっており、観測特化のどこか懐かしい運用が求められますね。先ほどのお返しができたぜ。で、フェルディナンドも来てるのか。前線気味のバッチャ自走砲、GSOR 駆逐戦車はもう時間の問題だろうな。敵の体力は多いし、隠蔽を使って狙撃でどうにか繋げるかといったところかな。仕方ない、先に敵の自走砲を倒しに行こう。幸い敵は全員前に詰めていっている。自走砲は孤立しているはず。自走砲を倒して、あとはどこまで粘れるかだな。残念ながら私だけになってしまった。自走砲はこの辺りかな?なるべく見つかりたくないので、正面に茂みをかぶせるように前進しております。見つかると敵に戻ってこられちゃうしね。おっと危ない、ここにいたか。茂みかぶせながら進んで正解だった。ダブルブッシュを使いながら、バレないように丁寧にダメージ入れていこう。近づいてくるか?なら距離を取りながら対応。こういう丁寧な立ち回りは大事だね。撃っちゃったね。そんなとこにはいませんぞ。これでよし。茂みを有効活用し、バレずに処理できましたね。軽戦車にとって茂みはお友達。とはいえこれで敵に居場所を晒したようなもの。もう一両の自走砲を処理して、さっさとトンズラしたいところだが。ここにはもういないね。いち早く逃げたか。だとすると北側だね。自陣を踏まれているけれど、体力差がありすぎて、私では楽天できない。そもそも弾数の少ない車両だから、敵の体力を削り切るだけの弾があるかも怪しいところ。弾かれたらそれだけで詰みそうだ。おっとフェルディナンド。戻ってきてたか。マインペイがあるからこの距離ならバレませんよと。先にあっちを対応するか、悪あがき勝負だぜ。と思ったら君そこにいたのかい?偉いところで見つかっちゃったよ。仕方ない、君から対応だ。角が取れるのも大事な強みですね。よし。さてフェルディナンドはどっちから来るかな?右からかな?と思わせての左からとか?相手せずに北西まで逃げられると道が繋がるが。あ、こっちからか。キックの上から覗いてから動けばよかったよ。判断誤ったな。くそー、もう少しで逃げ切れたのにな。判断ミスったぜよ。戦闘結果です。2バッジ、パトロール任務、パスクッチ勲章をゲット。惜しかったですねー。逃げ切れれば負けても半分勝ちみたいな気持ちでいたのですが、最後の最後で丁寧さが欠けてしまいましたね。逃げ切ることも十分可能な試合でした。ただ初期での起き偵察で実は5745の観測アシストを取れていました。初期起き偵察で稼ぐ試合としては、9大点突破かなといったところかなと。ちなみに今回初動で使った偵察ポジションは、勘のいい敵であれば決め打ちを入れてくることもありますので、慢心は禁物です。過去には自走砲の決め打ちで依頼目にあったこともありますゆえ。といった感じでね、今回は初期起き偵察での活躍に特化した試合でお送りしたいと思います。改めまして、T1 スタイルズです。引き続き、英国軽戦車での初動の起き偵察での活躍を、お送りさせていただきます。2車両目は、英国ティア8ライトタンク、LHMTV、言わずもがな、隠蔽特化な構成で乗っております。先ほどの GSOR と同じく、装填時間は長く、火力は控えめな車両ですが、貫通力に長けており、より小柄で、より隠蔽が高く、より起き偵察に向いたスペックをしていますね。マップは漁師の港、南側スタート。初動はこの車両ならではの偵察ポジションを使いに行きたいと思います。小さいからこそ使える、いい感じの茂みが、このマップの南側には存在するんですよねー。1年前に投稿した動画でも使ったポジションではあるのですが、1年前とは拡張パーツが違いますからね、隠蔽特化させることはできなかったので、改めて強みを見せていこうかなと。ここでブーラスクを発見しても自分はバレないというのは強みですねー。ここを今回の初期偵察ポジションとします。通行していく車両を発見だぜ。これね、普
普段であれば、敵の WZ-132 がいる正面あたりが、初動偵察の定番のポジションなんですよね。ただそちらは定番とだけありまして、敵の WZ も、初期偵察つぶしに動いてきているのがお分かりいただけるかと思います。定番のポジションは、うまくいけばかなりいい仕事ができるポジションではありますが、敵に対策されやすく、50メーターの強制スポットに引っかかってしまったりと、下手すると初動での偵察を全くさせてもらえない、ということもあったりするんですよね。しかしこちらの茂み、定番ではないポジションです。同格ではこの車両や、LP-90Tでしかすっぽり入れないポジションですからね。正面だけなら隠れる車両も多いですが、それだと側面から見られてしまう恐れもありますからね。加速力も上々な車両なので、敵に近づかれる前に入り込むことができましたし、隠蔽の高さの関係上、敵を先に見つけても、自分は見つかることがなかったというところでも、この車両の強みが出ていましたね。こんな乗っ腹のような場所に入り込め、車長視認性向上装置さえ積まれていなければ50メーターの距離まで近づかれないとバレないというのは、非常に面白いところですね。このような隠蔽特化な小柄な軽戦車に乗ったことがないプレイヤーからしたら、まさかこんなところから見られているとは思うまい、という初動を起偵察ポジションなんじゃないかなと。相方クリオスは少し出過ぎており、ここのアシストだけもらえていなかったのはちょっと寂しかったかな。とまあ、ここは1年前からこの車両で使っていた場所ではあるのですが、消音排気システムの登場により、非同時隠蔽を非常に高く保つことが可能になったのでね。このポジションもこの車両も、1年前よりも格段に使いやすくなりましたね。やはり同時隠蔽率を 50% まで持っていけるというのは強みですね。先ほども言いましたが、茂みを挟めば隠蔽率が 100% になり、50メーターの距離までバレなくなりますし、車長視認性向上装置なる、隠蔽特化に対するメタのような拡張パーツも登場しましたが、それをもってしても戦略の幅が広がったなと思います。ちなみにここ、支援射撃の要請をいろいろな車両に向けて出しています。ただリプレイ再生だからかモッドの影響からか、一部この映像には反映されていませんね。よくあるんですよねこれ。ですが、偵察特化している軽戦車にとっては、支援射撃の要請というのは、唯一隠れながらできる攻撃のようなものなのでね。必要な時はじゃんじゃん支援射撃要請を出していきたいところです。この動画内でも、敵にカーソルを合わせている場面では、毎度支援射撃の要請を出していました。それがこのアシストに繋がっていると思いたいところです。さてさて、西側の敵は偵察されることを恐れて、姿を見せなくなってきました。私の視界で相手を封殺できた、停滞させることができたというわけですな。反対に東側は、味方がオスオス攻め込んでくれていますね。北西の奥側の敵まで発見できてきているので、味方には中央から、北西側を支援してもらいたいところですね。私はここで一旦様子見です。西側の敵は、前に出るなり交代するなり、アクションを起こせば私で発見できますからね。むやみにこちらから敵を発見には行かず、ここは味方には、北西の支援に集中してもらいたいところです。体力温存も軽戦車の大切な仕事。最後まで生き残ってこその軽戦車なので、スポットが取れていなくても焦らず、次の行動を見越して、体力温存に努めることも大切かなと。今の状態だと、まだ西側には、ローダー車両や駆逐戦車が残っていることが厄介なんですよね。危険な偵察に行くと、あっさり返り討ちにされてしまいます。特に今、西の偵察に行く上で警戒したいのは、ブーラスクの存在です。敵が引いたらこちらで見えるはずなので、あの位置から動いていないと思います。逆に、あの位置には茂みが手前と奥側で、2枚かぶっているわけですが、手前に入り込んできた時はこちらでブーラスクを見つけることができているので、こちらから見て、奥側の茂みのさらに奥にいると思うんですよね。こちらから偵察できないってことは、相手が茂みの隠蔽率を、完全に使えている状態にあるってことなんだろうなと。であればです。一つ賭けではありますが、私の隠蔽の高さを活かした、ちょっと面白い攻めに出れる可能性があるかなと。などと考えていたら、北西側の味方が敵の迎撃にあってしまっている。中央をちゃんと偵察できていないからってところかな。私がいくら軽戦車とはいえ、あっちもこっちも偵察はしてあげられないからな。時には中戦車さんにも頑張ってもらいたいところ。なんて他人に任せてばかりではいられないよね。そろそろ私が動かないといけないね。ここから東側や中央側に偵察に行っても、味方からの支援をもらうのは難しそうだからね。やはり動かすのであれば、ここは西側かな。
その流れで、中央も偵察できればといったところですかね。先ほど言った、ブーラスクを出し抜く偵察ができれば、いい感じで戦場を動かせそうなので、一つ賭けに出ることにします。まずはブーラスクから見つからないように茂みをブーラスク側に被せながら、ここを後にしますと。これぐらい距離を取ればバレずに西に回れるかな。でだ。まずは敵のブーラスクが、本当に手前側の茂みに入り込んでいないかをチェックしてみよう。先ほども言ったように、敵のブーラスクは、2枚あるうちの茂みの奥側の後ろで、動けずにいると予想しています。なのでまずはそれが正しいかを判断するため、わざと見つかるような動きをします。もちろん、見つかったらすぐに逃げられるように考えながらね。が、ここでバレません。バレないということは、茂みの手前側にはブーラスクがいません。となれば、茂みを被せている正面に対して今、私の隠蔽率は 100% となっているわけです。敵のブーラスクの隠蔽率は 50% もないのでね、私の方が隠蔽率の高い状態にあります。なのでこのように、50メーターの距離まで近づかなければ、こんなに接近しても、私はバレずに敵だけを発見できると、これぞ隠蔽特化がなせる大技ですね。もう一度ゆっくりと説明を。ここでバレない、つまり敵はこちらを偵察していないわけです。正面には茂みが2つあります。茂み同士の距離は、50メーター以上離れています。つまりこうして、茂みを2つ被せながら近づいた場合、互いが茂みに隠れているのと同じ状況になっているわけです。軽戦車の隠蔽率は、移動時であっても下がりません。止まって茂みに隠れているのと同じ状態なわけですね。つまり、茂みを被りながら自分が距離を詰めているのと、同じ状態なわけですね。一試合目でも口にしましたが、茂みさえあれば、50メーターの距離までバレない隠蔽率を誇っているわけです。敵のブーラスクの隠蔽率は私ほど高くはないため、同じ条件で隠れていても、先に敵を発見できるのは、私の方になるんですよね。ここでブーラスクを一方的に発見、しかしバレてはいません。発見からやや反応が遅れて、この時の距離がなんと58メーター、あと8メーター接近した場合、こちらも見つかっていましたね。ちなみに、敵までの距離は、マップのこのサークルを見ながら動いています。このサークルが自分の50メーター距離を示すサークルなんですよね。この車両に乗るようになってからは、かなり気にするようになったサークルです。とはいえ、これは自分の読みががっちりとハマってうまくいったというケース。ここで敵が前に乗り出してきていたら、バレていたでしょうね。しかし今回は、見事私の読み勝ち、私の戦術が思っていた通りにぴったりとハマり、非常に気持ちが良かったです。もし見つかってしまった場合は、この車体の小ささを活かして、ここのキックでやり過ごしながら、味方に助けを請う形になっていたかなと。ではブーラスクの観測の始まりです。とはいえ、今ここに車線を通せる車両は、おそらく味方の自走砲くらいしかいません。なのでここは、私の右手側にいる WZ、センチュリオンを警戒しながら、チャンスを待ちます。ブーラスクに対して15メートルルールを使えば、ブーラスクにはバレませんが、サイドにいるセンチュリオンには見つかってしまうのでね。センチュリオンの処理待ちですね。難しいようであれば、こちらで処理することも考えていたけれど。無事撃破。これでサイドからバレる心配がなくなったので、ブーラスクに15メータールールを適用しながら攻撃開始です。ブーラスク撃破。これで中央の制圧が完了ですね。続いて奥に履歴を残している、スコルピオンを見つけていきたいところです。見えましたね。相手が茂みに被った瞬間を狙って、これも茂みで隠蔽効果を得ながら発砲できているのと同じ状態なので、発砲してもバレません。そしてスコルピオンが交代を始めたので、この隙をついて、敵のレネゲードの背面を取りに行きましょう。レネゲードを覚悟。あれ?ダサいミスをしましたねー。車体が弾んでしまい、地面を叩いてしまいました。ごめんよ地球さん。これでよし。中央も無事制圧、残るはここのスコルピオンと、自走砲、そして SU-130PM だけになりました。スポットが切れたくらいのタイミングで移動開始。スコルピオンが見えませんね。SU もどこにいるのでしょうか。
おっと、そこにいましたか。いや痛いです。やはり撃たれずにこそこそやる方が楽しいですね。これで2両の駆逐戦車は発見できました。が、起伏の向こう側へと隠れてしまいましたね。これを攻撃しに行っても、装填時間の長さから、味方の到着を待って安全に射撃しに行こうとした場合、せいぜい撃てて一発二発程度かなと。かといって味方が到着する前に先行してしまうと、返り討ちに遭いそうなので。ここは他の味方にバトンを託し、私は自走砲が残っていそうな、北西側の偵察に向かいます。あとはあわよくば重戦車の背中を叩ければいいなと。ここまでバレずにこそこそ名アシストを決めてきましたからね。途中でガレージには戻りたくないので、最後まで生き残れる立ち回りで行きましょうかね。この辺りにいるかな？いたいた。最後のごちそうだぜ。いいとこ取られた。まあ仕方ない。最後の最後は重戦車の背面を取りたいけれど。まあ間に合いませんよねと。とはいえ、初期偵察でがっつりアシストを稼ぎ、しっかり敵を停滞させることができましたね。軽戦車としての任務は、ちゃんと全うできたかなと。戦闘結果です。1バッジ、観測者、偵察者、パトロール任務をゲット。観測アシスト系の称号を、しっかり抑えましたね。観測アシストに徹しているので、ダメージはあまり出せていませんが、しっかりと偵察はできたかなと思います。小さいって素晴らしい、高隠蔽って素晴らしいと感じる試合でしたね。特に、ブーラスクを出し抜いたあたりはね、言ってしまえば、正気のある賭けではあったのですが、バッチリ私が思い描いた通りにブーラスクを処理することができ、そしてバレなかったので、あれが決まった時はすごく気持ちが良かったですね。運用は被っていたとはいえ、1年前の、拡張パーツの種類が少なかった頃であれば、ブーラスクをバレずに処理するのは、難しかったかなと思ったりしています。やはり思い描いた通りにことが進むって、気持ちがいいですよね。と今回は、初期落ち偵察でバッチリ稼ぐという試合をお送りさせていただきました。実は6周年動画編集時のモレ軍の試合だったんですよね。新年度に入り、少々バタバタしておりまして、動画用の試合ストックが枯渇気味なんですよね。なのでまた、代理でフレンドの試合をお届けしながらの投稿になってしまうかと思いますが、次回もまたお楽しみにいただければと思います。そろそろ英国系戦車から距離を置きたいですしねー。以上、最後までのご視聴、ありがとうございます。励みになりますので、コメント、チャンネル登録をお待ちしております。ではでは皆様また次回お会いいたしましょう。まったねー。